韓国から指名手配されているただ一人の政治家、日本国民党代表、前葛飾区議の鈴木信之です。この本ね、鈴木啓生さんが書いた新しい本です。闇、いや日本は病んでますからね。その日本の闇、特に啓生さんはこのアンダーテーブルの世界っていうかな、日本のアンダーグラウンドの世界をずっと書いてる作家ジャーナリストですよ、ね、こう死の恐怖が、希薄な若者たちとかさ、死ぬことには価値がある、ゾンビ化していく若者たち、日本女性はこんなことに、目障りだから抹殺する、負け犬が社会に牙を剥く、これは鈴木が言ってることですね。ジョーカーたちの群れ、これも鈴木言ってる、先の見えない人生と爆発、ルサンチマンの行く末、日本社会と暴力の未来。いや本当ね、鈴木啓生さんの言ってることというのは鈴木がねまた共感することなんですよ。でここにね鈴木の言葉も入ってます。何が書いてあるかというと、元葛飾区議、右翼政党日本国民党、これあのティッシュ入れなんですけどね、称号を賜りました。代表やってる鈴木信之が事務所にいたので、これジョーカー事件のこととかを聞いてみたと。で希望は何かと聞いたら、一番簡単に言えば良い仕事があるか、人生に先に希望があるから、それ犯人はそれがなかったとか、鈴木はそういう話確かにここでしたんですね。まあこういう話を鈴木も解説、まあ話をしてね、アンダーグラウンドの世界ができちゃってると、貧困層も1200万人、こういう話をして、これから、ジョーカーは増殖しますよっていう話をしました。いや本当ね、この本さっきバーッと一気に、一晩で読めますよ。パーッと読み出したらね止まらない、ね。高齢化した政治家は低所得者層を救おうとしていない、ね。事件を起こしそうな若者についてのむしろ汚物として切り捨てようとしている。これは鈴木がよく言う、ね、風俗嬢を見捨てるなっていうことと一緒ですよね。風俗嬢は汚い、もうそんなものは汚い女たちは切り捨てろ、考えるなっていうようなね、政治家の頭そんなもんですから。でもそれではさ、自殺する今若い女性が多いっていうのもそう、これも止めることできないし、おかしいでしょ。これから日本のお母さんになってね、子供を産んでもらう、そういう人たちがどんどん死んでいく、新宿の東横とか大久保公園のとこに、立って売春して、でトルコじゃねえや、ホストに貢ぐ。で、あれはもうコロナ禍の時から鈴木はこのホストのやつらクソだって言ったら、いや反論してくる人も結構いてね、いや鈴木さんそれ、女だって、同じようにキャバクラで巻き上げてんじゃないかって言うけど、女の巻き上げ方とホストの巻き上げ方違うから、社会的害悪ですよ、ね。男をソープラン、まあ男はソープランドで働けないか、だけど女をソープランドに売り飛ばして、で立ちんぼさしてさ、この間歌舞伎町で、若い、ホストが20代の女性にカッターで首切られた。カッターだってこの軽量もここ切れば一コロですからね、ここ切るのは一番楽なんだ。もう眠るように死ねる、死に方を教えてるわけじゃないけどさ、もちろん殺し方を教えてるわけじゃないけど、でもさ、じゃあ政府政治家そういう世界見てるかっつったら、生まれた時のお坊ちゃまだから、あの今河野太郎大臣とこのご家族についてね、苦言を申し立ててるけど、ひいじいさんの代からあそこに住んで、平塚に住んで、広大なだよ、
広大な敷地のお屋敷の中で、子供の時からパンツだって自分で履いたことないんじゃないかな。もしかしたら子供の時はお手伝いさんがお尻拭いてくれたんじゃないかな。いや本当そう思うよ。そういう生活してきたのがさ、大人になってさ、ね、売春婦のこのままじゃ、今日だってニュースでやってたから、梅毒の今日は子供がどれだけ感染してるか、ね、梅毒感染者から生まれた時からもう二次感染してる子供が何人生まれたとか話を今日やってたニュースでさ、もうそんな時代になってんだ。あの中国がインバウンドで日本に来て、あの散々撒き散らした梅毒がね、20代の女性から僕ら40代50代の男に罹患して、今度はその女が産んだ子供が生まれた時から梅毒なんだよ今日のニュースでやってるのは、ね、それがどれだけ増えたっていう話をしてたんだよ。こんなの黙ってられるか。どこにあんだよ原因は。中国だろう。アメリカがさ、あのワシントンの動物園からパンダを追い出したのね、あれなんか、95万ドル、計算したら1億4000万ぐらいだね。日本より安いじゃんアメリカの、2頭でだから。それをさ追い出したんだよ。ところがさ、まだジョージアに余ってんの。ジョージアってすぐ川の向こうだけど、来年追い出すって言うんだよね。いやアメリカやるよ。日本も上野公園にいるのを追い出してだよ。で一番いるのは和歌山に十何頭いるんだから。異常だろこれ。いかにあそこの二階元幹事長が中国に受けがいいかってことだよ。本当のろくでもないよね。でもさ、そういうことをやってる奴らは、じゃあこういうアンダーグラウンドの世界で、病んでリストカットしてるとかね、アンダーグラウンドの世界で、例えば、まあ、この間のあのわらびのじいさんね、元暴力団で、拳銃ぶっ放して郵便局立てこもった、どうせ薬かなんかで、頭いかれて、でも自暴自棄っていうのがあるよね。あれ若かったら自暴自棄で、まあ、何度も何度も出入りしてんだ刑務所と。でも若者だっているじゃん。昨日松戸でなんか、川口とか松戸とか葛飾の上の方でそんな事件ばっかだけど、33歳だっけ、中国人女が2人の男に自宅襲撃されて殺されちゃった。まあ中国人同士じゃないかと思うけどさ、まあ、もし襲った方が日本の若者だとしたらさ、金で雇われて、殺人とかね、よくジョーカーの話をするけど、ここにもジョーカー出てくるけど、あの電車の中で人殺して、自分も死刑になりたかった。ジョーカー死刑じゃないんだよ、あれ有期刑なんだよ、ね、非常に残念だと思うよ。だって、自分一人で死ぬ嫌だからみんな殺して、で自分も死刑になろうと思ったら死刑じゃないんだよ。でもさ、そういうもう自暴自棄になって、じゃあね、何がさ希望かっていうことでしょ。希望は何かっていうのは、はっきり言って一言で言えばさ、明るい未来。じゃあその明るい未来って何かって言ったらさ、勉強して一生懸命勉強したら上場企業に入って、40歳になったら年収1500万2000万、部長になったら2000万、俺は役員になったら億だみたいな、そういう明るい未来が描けるから、よし今頑張るぞって頑張んね。ね、辛いことって長く続かないと思うでしょ。辛いこと長く続くから。だけどね、正直は昔から思ってたの、辛いことも毎日やってると慣れちゃって辛くなくなる。例えばね、毎日10キロ走らされたら最初の1ヶ月は辛いけど、1ヶ月経ったら10キロ走るのは毎日走っても何でもなくなる。体が慣れるんで、ね、その最初のいじめを耐え抜いたらなんてことなくなるんだよね。だけどさ、女は自殺する、男はそうやってジョーカーみたいに外へ出てくる。でもこの本にも書いてあるけどね、ディベートしましょう、もし、
反論があるんだったら討論しましょう。でもあんな頭のいいやつには討論してもかなわねえなとね、鈴木程度だったらディベートしても勝てるかもしれないけど、うちの日本国民党の口達者な若者たちはかなわないなって。よしじゃあ、こっちは暴力が得意だからぶっ飛ばしてやろうって、これも一つの手だよ。まあ、この本にもそういうことあるんだ、書いてあるんだけどさ、だって自分の得意分野ね、ボクシングが好き、空手が好きっていうのも得意分野。でも一つ言えるのは、頭のいいやつって結構運動できるからねこれ体力あるから、頭のいいやつの特徴ね。だけど死ぬ気になってるやつにはかなわないから、相手を殺してもいいっていうやつが世界最強で、よく最強の人って言うけどさ、捨てるものがない、何もない人だって、金属バットでフルスイングしちゃったらやべえな、こいつ死んじゃうなと思ったらフルスイングできないけど、ジョーカーみたいに俺はこれで刑務所行って死ぬんだと思ったらフルスイングするわね。わらびの郵便局立てこもった86歳だからどうせ死んじゃうんだけど、よしここでどうせ死ぬんだったらここで、みんなぶち殺してって、でも自分で自分を死ぬ勇気ないからそれで死刑になろうなんて思うやつ最強だよね。そんなことしたら家族がとかさ普通は思うんだ。だけどそういうふうに思わない若者で病んじゃってる人間が今いっぱい増えちゃったんだよな。だってね、僕 うちの母校の小学校とかのコロナ禍ね、コロナ以前とコロナ禍で不登校の子供の数が断然違う、何倍も違う。昨日そのデータ実は見たんですよ。これ深刻ですよ、不登校の子供それだけコロナ禍で出てんですよ、ね、その子が社会に出たらどうなる、使い物にならない、はっきり言って使い物にならないというのは、まともな、就職、まともな給料もらえないよ。誰が面倒見んの ?8050 がずっと続いたとしても、どっかで国が面倒見るか、もう社会に、反発して、よしと、いつまでも家でゲームしててもしょうがないと。誰を狙うか。だ狙うなら政治家狙えっつうの。一般の幸せそうにしてる人を狙ったらかわいそうな、ね、政治家は覚悟すりゃいいんだよ。だけどさ、一般の人は幸せそうに歩いてる親子だから襲ったなんていうさ、女性いたよ、10代のね女子高生いた。それ襲われた方たまったもんじゃないじゃん。だって理由は幸せそうなんだ、で自分は不幸せだからでしょ。でもその幸せと思う人も幸せだし、襲われた方も幸せ。じゃあそういう世の中に誰がしたかっていうと、30年間成長できなかった自民党の経済政策の失敗、日本の旗振りの失敗で、そいつらの後輩が今日本を引っ張ってんだから、日本経済を浮上させてみんなを幸せにするなんてことはできない、ね、明治天皇は天下奥地を一人としてそのところを選ずんば、すべて鎮が罪なり、つまり一人として幸せの人がいたらそれはすべて私の罪ですよって明治天皇言ったんだよね。すごいことだよこれ。そういう気持ちをさ、政治家が持って政治をすればね、ここで消費税を上げたらコロナ禍で大変だとか、だけど今がチャンスだから上げてください、首相大臣と言って、財務省、財務省のやつらの上級国民だから、こんな底辺のこと考えてないからね、巷のことなんてね。でそうするとさ、そういうやつらが政策を考えてここまで日本を貶めてね、平成の30年間で日本は落ちに落ちたわけで、でもまだ日本は浮上するチャンスはあるんだよ、底力はある、基礎体力も残ってるから。だけどそのためには、ね、今のくだらない政治家は淘汰しなきゃいけないし、本当に日本のために、俺は撃ち殺されてもやるよっていうやつだけ政治家にしなきゃいけないわけで、ね、撃ち殺されるのが怖かったら政治家なんかならなきゃいいんだから。
こういう慶生さんの本をよく政治家の皆さん読んでね、この慶生さんの本で今日本のアンダーグラウンドで何が起きてるのか、アンダーグラウンドで起きてること、これは必ず日本全国に行く、蔓延してきます。梅毒のように、中国から来た梅毒のように日本に蔓延していくから。貧困っていうのも病気だからね。貧困は人を不幸にして、そして必ずそこには暴力がついてくる。だって人は死ぬんだから、寿命でも死ぬし、殺されても死ぬし、安倍さんの事件もあって千田首相だって狙われて、巷の人もみんな毎日だよね、いろんな強盗だ襲撃だ殺人だというおかしな事件で、薬物が蔓延して、ここもある書いてあるのみんな薬物ですよ。こういう社会を良くするためには経済を良くしなきゃいけないけど、30年間できなかったやつにはできない。続きはそれを訴えます。